一つはこのお寺の中にあるまあ犬でも何でも植物でも好きなものを描きましょう、でも好きなように描きましょうっていうお題と、もう一つは目に見えないものを描いてみようっていうお題を出してみようと思って、感情を絵にするならこれかなっていう、人には見えない自分の中を